今日も君に会えていい日になった。私のだろう自分の心さえわからなくなってく、そこでしがまのようにもがけばもがくほど偽りの心を真実だと思い、後戻りもできず浮かぶ身にまま浜はたことさえも知らずもがき続け、気づいた時にはもう沼の底に沈む。信じればいい、騙されてるのか、騙しているのか。ララ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 ラ。ライブの日が発売のつもり予定です。はい、5月26日CD 発売予定です。よろしくお願いします。究極入りです、はい、すごい森下さんに優しい感じにしていただいてます。森下さんに優しい感じぜひ聞いてください。よろしくお願いします。パワーマンの方はもうねソルトアウトっていう感じで、一応開けたら一人とかかもしれない。あ、まあ、よろしくお願いします。2回公演にしたそんなに無理まあまあでもワンマンはワンマンであっても、まあその後もねバンバン、はい、CD を持って各会場を行くので、はい、ぜひ買ってください。でワンマン以降に、うん、ライブと一緒にいろいろ始めようと。お、じゃあワンマンでしたことですけど、うん、はい、ああなるほど、はいはい、分かる。ワンマン指導にしようかなと思って。了解です。空気感というか演出というか、ね、それで来るよ。ワンマンから向こう、違う感じ。ワンマン行けない人も、もうその子はその感じを体感していただけるかなと。でもバック次第でどこのすいません、ここはあかんかな。そういう時はどうしようかなって考えてて、白い紙を、白い紙というか布というか、自分で竿だけかなんかを、なんか荷物だんだん増えてくる。そうなんですよ、両方に立ててそこにフィーってしたらどこでもできるかなと思って。確かに、映画のあれもできる。映写機で。ああ、素晴らしい。なんでそれどんどん。でもここは車で来てるから。あ、そうですね。シーツで。
天井にこう、そうですね、そのなんかその辺チリに対してあのギターの地図見にかけて、あ、本当ですね、地図見にかけて、ここは染みついてないシーツで来てくださいね。染みついてないシーツで。でも染みも意外にこういい汗が出るかもしれない。電車です。ああ、電車です。その地図で楽しみな。26、まあまあ、まあ、その後もね、いっぱい大阪と奈良を中心にやられてますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
西井さんがすごいんで、インスパイアどころかとか言ってます。でも大竹圭一さん自体がコードそのままこう持ってきた、こうサビだけなんですけどね。いや今日はどうでした？今日すごく素敵で本当に良かったです。なんか。今の言葉だけ聞いたらすごい浅いですけど、結構深みを僕は持たせてるんですけど、いやいや、でもすごい、やっぱりね、トップのね、トップこの人がこうすごい、そうですか、すごいですよね。いやいや、やってくれはってですよね。ワンマン前の頃ね、このワンマンされるんですか。そうなんです。もうすげえ、もう曲結構一曲一曲短いじゃないですか。はいはい、ワンマンってなったらもう20曲ぐらいやる、やっぱりそうそう、もうだから後半最初にやった曲もう一回やっても分かる。さすがにです。ファンは分かるかも。本人分からないから。本人が分かる。堂々としてやってないって言うたらもう、そうか似てたなと言う。でね、もうソルダートになってるんで、こう素晴らしい。どこでされるんですか？バンドのファンメイクで。この前ね、フサイホンさんはワンマンの時にたまたま隣の席になって、でちょっと知り合いになって初めて今日一緒に、はい、なるほどなるほど、対バンドらしいね、対客で、対客なんです。それで気づいたらもうそこでワンマンされるって、なんかもうすごい先を越された感じ。いや、池藤さんもぜひぜひ、もう山の中へね、あの動画撮りに行ってください。ワンマンへの道ですよ、それ。はい、見習って。このライブどんな感じですか？ですね、はい、来週水曜日、梅田ハードレイでやるんですけど、岡山で、岡山でされてある佐藤もかさんって言って、今結構 P バインっていうレーベルがあって、そこの動画って結構 YouTube の中で結構回ってるんですけど、はい、そこの中でも動画上げてて、なんか結構何万回生とか言ってるような、本当ユーミン的な要素があって、なんか結構今注目仕掛けられてるみたいな、佐藤もかさんっていう、佐藤もかさん、はい、そう、これはぜひとも本当に来ていただきたい、仲良くなって、はい、よろしくお願いします。池藤企画にもう呼べるぐらいの、岡山やからもうぜひさ、あの瀬戸大橋っていう曲をね、あ、でもまあ橋渡るといけるけど。ね、渡らないんですけど、渡らないけど、まあ、あ、でもいいですよね、はい、あ、いや、そんないい曲ですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ワークシートで薄に寝ている君のお気に入りのミュージック、僕らは海を行く、
I'm not afraid to die.
しくて幸せなんだろう。夕暮れの街が映し出す映画のヒロインのような君、こと以上大人未満の僕らは定まらない未来の不安を隠すよりよ新曲も全然良かったし、新曲でも、まあ、はい、めっちゃできてるから、初めてって言っても結構練習したんじゃないですか。先月にできて、はい、で、1回、あ、2回ライブでしましたね。あ、そうです、今日3回目っていう。いや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。今度企画はあるんちゃいましたっけ？ですね、4月の、はい、28に奈良で、はい、新曲のイベントを奈良の新曜日ビリさんってことします。でそこに
今日出演の源歌さんも源さん出はるんで、ぜひ合わせて源さんも新曲持ってきはる、源さんも新曲を持ってくるっていう予定なんですけど、そうそうそう、ただまあお互いその新曲は聞いたことない曲だったっていうのがあるんで、僕も知らないですし、まあまあどこまでが新曲かっていうのがね、演歌なんか3年ぐらい新曲出てますからね。そうそうそう、それも一つですけどね。まあ、そのまだ誰も聞いたことがないという、そういう曲をちょっと作っていただいて出ていただくというそんなイベントですね。いや、そうです。だから、それはマンスリーって言ってました。マンスリーです。月に1回で第4土曜日とかそんなんでやってる。あ、すごいですね。そんだけでも曲できるもん。だいぶやばいですけど、結局仲間うちでももう前日にちょっと曲できてるか探り合いが始まるとか、そんなこともできてへんかったら安心安心していったら意外と作っとったんで、そうなんですよ。そうなんで、まだね、次で9回目になるんですけど、まだすごい9回目は出演者全員ちゃんと欠かさず作ってますんで、すごい、次の9回目も必ず作って、はい、すごいバッチリこう成功させたいと思います。それ以外一般のライブはどうなったんですか？4月20日に、はい、新西橋のフットルビアビア、あ、そうそうそう、クラブジャングル、そうそう、そこのイベントに、ケングさんという人、あ、あのピアノカレーの時だね、そうそうそうに呼ばれてまして、そこに出るのと、はい、あとは、4月29日に、はい、ワンドロップさんで初めてワンドロップやらせていただくんですよ。いやいや、頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。言うてる間にワンマンになると。いやいや、まだもうちょっとですけど。はい、はい、ありがとうございます。そうだくんでした、ありがとうございます、はい。Oh, shit.
なたのため響いてる愛僕の味を知れば明日
落ち着いたあのステージでお客さんとのやり取りもすごい面白かったこんなライブができんとあかんなっていうのすごい思いましたね。いやいや全然もうなんかもうなんかパフォーマンスもなんかあんま安定せず、いやっていうかなんやろ、なんかこの場にふさわしいライブというかそうでした、うん、なんかあの流れがなんやろ、こう曲ちゃんと してて MC とかもビシッとしてたらそれで終わってしまうけども、なんかお客さんとほんまに近いあのやり取りのライブがすごい、ちょっと有価団見てるみたいな感じで嬉しいですね。いやめっちゃ、はあ、なんか今日一番あの雰囲気的にうわいいなって、その今まで 曲とかばっかり聞いたけど、曲推しでしたからね今までね、ライブの流れがすごいなんか、いやこんなん自分もできたらいいなって思いました。ありがとうございます。いや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 、今日もねお疲れ様でした。ありがとうございます。もう楽しませていただいて、いやこちらこそ、うん、活動の方は、活動は、はい、まあ、弾き語りぼちぼちできたらいいなと思ってたんですけど、はい、ありがたいことに4月毎週ライブやってまして、ああそんな、そうです、先週は前澤さんとご一緒した、あ、はいはい、で今週は今の方で、来週が、はい、ワンドロップさん日曜日に、あすごい固まってたんですね、固まってポンポンポンと出まして、でやってるうちに5月も末にまたカツオさんのとこに、あそうです、出まして、そして7月はまた尼崎のトラさんに、あトラさん行くんですね、はい、初遠征ということで、あいやいや怖い、あさあ、いやよく考えたら出てもらったんでした、ありがとうございました、その説はなのでなんだかんだで日がたりもちょっと続いておりました、あいやそんだけね求められてるんです、嬉しいですけどね、いやいやありがとうございます、またねレアズカフェの、レアズカフェさん出させてくださいぜひぜひよろしくお願いしますどんどん出させてください、ありがとうございます
まあそう、なんか別に、はい、これっていう告知はですね、はい、ベアーズカフェのマスターの前澤さんの楽曲をアレンジいたしました曲がございますので、ありがとうございます。そちら、YouTube で聴けますので聴いてください。ありがとうございます。もう早くもね100回超えております。ありがとうございます。すごい前澤さんの優しさがにじみ出たようなトラックに仕上がったと思っておりますので、あのピアノの最後のメロディーは僕がハマりまくって、ありがとうございます。同じような感じで聞こえても最後だけはちょっとまたちょっと違う感情が入ってるところが気づいていただければ嬉しいです。それは前澤さんのあのメロディーもそうなんです。あの嬉しい、一番最後の、メロディーも今までの繰り返しのようでちょっと違うエンディングに、あ嬉しい、向かうメロディーに、なってます、ね、その辺もねあの楽しんで聴いていただけたら、わありがたいですね。そういうところに気づいていただく、聴いてます、ちゃんと聴いてます。ありがとうございます、はい、なので動画アップされてるので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。西クラビッツさんです。その時西正明です。はい、今日はありがとうございました。赤レンガ色の夕暮れ染まる雲を見つめ、わけもなく遠回りもする帰り道、溶けになり胸に